い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター4、暗黒騎士で進んでいきたいと思います。自治都市ベルベニアをクリアしましたので、次はフィナス川ですね、向かっていきます。本当はね、見習い騎士のね、叫ぶも覚えたいんですよね。で、叫ぶはブレイブとスピードと物理攻撃力、まあ、あの魔法攻撃力も上がるんですけれども、まあ、かなり強いアビリティなんで。ゼルテニア城、城内。これ、ディリータ系のイベントかな、また。ディリータだね。ティータ。ティータが死んでからどれくらいの時間が経ってんだろう。本当に年単位では過ぎてるよね。こいつこの前教えてあげたのにさ、もう忘れてんの。驚いたよ。お前も草笛が吹けるのか。吹けてないけどね。修道院にいた頃、友達に教えてもらった。でもなかなかうまくならなくて。こうするんだ。え、なんでラムザに教えてもらったこと忘れたの。なったわ。なんかあざとい女だなこいつは。わざとできないふりをしてディリータの気を引こうという、そういう作戦か。それは何？ああ、これか。ペンダント。こいつはティータの妹の形見なんだ。妹は争いに巻き込まれ死んだ。これはティータが肌身離さず持っていた宝物だ。そう。ティータは貴族に利用されて殺された。俺は奴らを許さない。お前をティータのような目には合わせない。お前を利用しようとする奴らから守ってみせる。ありがとう、ディリータ。特に戦闘はなさそうだね。よし、じゃあ向かいますと。一応見れるは見れるんだっけ。あ、そっか、変更自体はできないから今の状態しか見れないのか。そう、ガッツだね。あ、ドラキュラマントちなみに装備させてます。あのステータス以上は戦いが始まらないとちょっと何つけていいか分かんないんで、まあ、火力重視というよりはちょっと安全を優先させてますね。フィナス川、モンスター系か。なんかモーグリっぽいのがいいな。この川、思ったより深そうだ。移動に気をつけないとヤバそうだ。移動とか全然気つけてないからな。いやー、やべえ、敵のレベルがこっちのレベルと合ってるわ。65とか64とかだ。今まではさ、レベル差があったからさ、うーわ、チョコメテオ192。赤チョコボから倒していくか。ただモンスターはね、回避率が低いんで、横から行けば多分 100% 当たるっていうか、466とか。こいつ弱えな。何なんだ一体。チョコボで295か。やっぱ赤チョコボだな。黒チョコボとかもいるけど、赤と黒ってどっちが強いんだ。チョコボは300くらいだったら二刀流で一旦で倒せると思うんだよね。問題はこの赤チョコボの466を削り切れるかどうか。アイスブランド208か。
しかもカウンター持ってるからな。行こう。ブリザード、ブリザード来ないか。119、やべ、196。あれ、次メテオ食らったら死ぬんじゃね。196ちょうど死ぬし、ちょっと待って、早々に死んでしまったな。ちょっと待って、アイス、じゃあドラキュラマントやめるか。火力重視でいった方がいい。結局そうなるんだよね。しかもさっきさ、イベント見た後セーブするの忘れてたからさ、結局またイベントを見ないといけない羽目になってしまった。まあ、その後セーブしたけどね。配置変わってる、これ赤チョコボの位置が変わってるっぽいね。1ターン目で詰めてくるからな。228とかさっきより上がってるし、食らうダメージがだいぶマイナスだな。オートポーションでブレイサーを装備してきたんで火力は上がってる。この上がった火力で一撃で仕留められるようになってるかどうかだね。赤チョコボがやっぱり厄介。多分普通のチョコボは遠距離はないはず。てかあそこにいたらいけるか。横は取れないよね。無理だな。ヒットポイント的にやっぱ466か。正面だとでも 100% ないと思うんだよな、さすがに。299、あー一発で殺せんね。やっぱブレイサー相当強えん。くーひでえ、119とかじゃもうこれ無理じゃん。なんでウリボーがいるの。いやこれ無理でしょ。メテオ食らって終わりだよ。あ強えわ。反撃されないことだね、やっぱり大前提として。いやでもこれはやってればいつかいつかはなんとかなるはずなんで、ちょっともう一回再戦します。げ、黒チョコボがいるんだけど。今度敵変わってるね。どっちが強いんだ、赤チョコボと黒チョコボ。赤の方が強かった気がするんだよな。ウリボーいなくなってんね。逆に赤チョコボめっちゃ増えてんだけど。厄介な3体もいるじゃねえかよ。でラムザのね初期配置をね少しだけ後ろにしたんだけど大して変わんねえや。192、やっぱ速攻で勝負を決めないと。まずいなこれ。ほんと忍者もきついはきついよね、仮に忍者だったとして。毎回毎回だってダメージがマイナスになっていくわけでしょ。げっ、こっち正面から来やがった。88か。これでもオートポーション発動すればプラスになる。チョコボはやっぱ取っとこう。最悪攻撃食らってもオートポーションでプラスにできるんで、やっぱり始末するべきはまずはいける赤から。横からいけば 100% になるはず。オッケー、247の280、480か。結構ギリだったけど、ブレイサーつけてなかったら無理だったな。あそっか、黒チョコは飛べるっていうあれか。ヒットポイント自体は低いね。あれチョコアタックいくつ。けこいつも200くらいあるのか。結局やっぱね、遠距離攻撃ができるっていうところもきついよな。こっからは狙ってこないか、危ない。200、これでもうマイナス100だからな。あの普通のチョコボに攻撃してもらって回復しないと。1体ずつ確実にいこう。チョコボの移動力も半端ないからな、速いし。しかも248でオートポーションよし、プラス。ただ全開にはならないよね、どう考えても。でもう確実にいこう。こっち横
横を取る。あ、ちょっと待って、しまった、水深2に散った、しくじった、やべ、全然確実で322とか、なんなのこいつ、バキスとかこの鳥軍団、マジでなんなんだよ。一つのマップでさ、こんなに死んでんの初めてだよね。ただね、今回はね、敵の配置がいい。ウリボーがいるし、通常チョコボが3人、3人っていうか3匹、赤チョコボと黒チョコボさえ始末すればなんとかなる。あとはちゃんと推進気をつけようね。さっきはもうマジでしくじった。さっきもなんとか倒せたっぽいけどね、俺のあのミスさえなければ。あ、でも赤チョコボの攻撃で結局死んでたか。赤チョコボが厄介だよ、攻撃力的に。ただ今回その赤チョコボが1体で、ただこれ正面しか取れないね。これちょっと確実に行きてえな、確実に行きたいんだよな。だ、暗黒とかさ、ウェポンバッシュ一応2マス先3マス先まで行けるけどさ、絶対弱いよね。ストップの効果があるけど、どうする、一回下がって赤チョコボを引き寄せて裏を取れるようにしたいよな。チョコボの攻撃は多分大したことないから、普通のちょっとこっちに逃げよう。で、確実に励ますを使って、もうポーションが発動しないということはない、そういう状況を作り出そう。慎重に行くくらいがやっぱりいいんだよね、こういうプレイは。で、黒チョコボはさすがにこっちまで来れないっしょ。ウリボーとか何なのこいつ。で、赤チョコボがどこまで来る、ここまでか。192だけど、多分下のチョコボが攻撃してきて、なんとかヒットポイントの回復は盛り返せると思うんだよね。でもあそこの位置ってさ、多分また正面じゃないと攻撃できないよな。チョコボと推進とか関係ねえのかな、今あいつ推進2のところにいるけど。天地とか名前がかっこいいんだけど。78、全然余裕だね。70くらいは回復できる。よしよしよし。さて、ウリボとかマジで意味不明。ここ水深に、ここも水深に、ここは水深1か。水深1は大丈夫だけど、いけねえし。やっぱ正面取るか。正面取るとさ、一ターンで倒さなきゃいけないっていうのがね、90% でしょ。ほら、1、2、OK。 あと黒チョコボだな。じゃあこいつ、こいつどこに来る。あっち水深2かな。てか向きが変だな、308とか危なすぎるんだけど。チョコボ攻撃してきてくれマジで。回復、水深2、余裕で攻撃してくんな。いや、プラスプラスプラス、次でもこれ黒チョコボの攻撃だったら死ぬんじゃねえか、倒しきらないと。前回まで回復しないっしょ多分、囲まれてるし。150とかプラマイゼロだし。で、これまた多分正面しか取れないよね。あれ、あそこ水深1だっけ、チョコボの隣で。こいつは遠距離が攻撃できないから。で、ウリボーはほっといていいよね別に。一回も戦闘したことに、てか動けねえしそもそも。あ、動ける、あ、動けるか。水深1、あ、いけんな。危ねえ、なんか怖えんだけど。確実に決める、よし、 100%、 2回、 OK。 これでもう安定だよね。あとウリボーがなんかわけのわかんないステータス異常とかを引き起こさない限りは、あとはもう全部オートポーションでプラスだし、オートポーションの発動率も 100% まで上げてるんで、
番怖いのがあったら正面でしか攻撃できなくてかわされてカウンターをもらうケースだよね。それはちょっと避けよう。横取ろう、何が何でも。早えな。でも下まで行ったか。さすがにこの高低差は無理か。でここ2でしょ、ここも2か。ここだね。じゃあ横取って最低でも横から攻撃する。そうすれば 100% だから。ブリザードが発動したな。これは強いね。でどっち向く、こっち向けば後ろは取られないか。ウリボって何もしてこなくね。こいつ強いよな。まあ、多分相性的な問題なんだろうけど、ただそれでもマイナスにはならないからね。いやここまで来てもうちょっとミスりたくないよ。事故死する確率はないよね。クリティカル食らったとしても耐えきれるヒットポイントのはずだから。クリスタルになった、いらない。ウリボー何なのあいつ。でちゃんと推進も確認しつつ行こう。ちょっと待って、一応ダメージだけ見る。暗黒ウェポンバッシュ、あ285、攻撃1回分くらいにはなんのか。攻撃1回分より強いね。これ両手持ちにした時ウェポンバッシュのその攻撃力が何に依存してるかだよね。両手持ちにしてウェポンバッシュの攻撃力がもし2倍になれば両手持ちもあれかもしんないね。今二刀流だからこの攻撃力かもしんないけど、まあ、それか単純に自分の攻撃力かけるいくつとか、ちょっとそこら辺がわからないけど。ウリボが来た、徐々に近づいてきてるけど攻撃はしてこない。なんか怖えから先にこいつ殺しとこう。突然なんか事故死しても嫌だからな。チョコボだったらね全然安定だからいいんだけど。よし、オッケー、もうこれで終わりだ。いやつらかった。まあモンスターの配置が良かったね今回は。どんどんみんなクリスタルになってるけど、モンスターからもらうものなんてないからな。特にここに来てブリザードがよく発動するな。二刀流の場合もう一個の剣でブリザードが発動する確率もあるからね。2回発動すると相当火力高いよね。まあ、二刀流の強みでもある。いやーきつかった。38,200円、結構な金だな。じゃあここはちょっと一回セーブをして、ではゼルテニア城乗り込みましょう。イベントを挟んでからの戦闘かな。あれ？これラムザ？あ、ディリータ。異端者と呼ばれる人間が教会に来るとはいい度胸だな。単刀直入に聞くよディリータ、君をゴルターナ軍に送り込んだ教皇の狙いは何なんだ。いいだろう、教えてやる。俺の任務はゴルターナ公とオルランド伯の暗殺だ。あのムクロ領団のように王家や貴族に対して不満を抱いている輩を各地で反乱を起こさせる煽りか。戦争に疲れた民衆は悪化する一方の国政に対してますます不満を募らせていく。どちらの陣営も互いの所有地で反乱を粛清したいが、そのために兵を割くことはできない。するとどうなるか。この膠着状態を打破するために決着をつけようとする。両軍が別ら要塞に集結しつつある現状がそれだ。各地で頻発する反乱も含め
まさに君たちの計画通りというわけか。ああ、だが決着はつけさせない。なぜならその戦いの最中にゴルターナ公とラグ公は何者かに暗殺されることになるからだ。もちろん周囲の要人たちも同時に暗殺される。南天騎士団のオルランド伯、北天騎士団の聖将軍ザルバック、そしてダイスダグ卿。指導者を失った両陣営は戦いをやめ和平への道を歩まざるを得なくなる。そこで教会の出番というわけか。民衆はもろ手を挙げて教会による仲介を歓迎するだろう。しかも伝説のゾディアックブレイブ付きだ。しかし成績は今の教会にとって一番の障害はラムザ、お前なのさ。君だって僕の持つ成績を狙っているんじゃないのか。俺は教会の犬じゃない。俺は俺の意思で動いている。どういうことだ。必要な時は遠慮なくお前を殺すってことさ。だが安心しろ。方法は違えども目指しているものは一緒だ。目指す方向が一致している限りお前は俺の敵じゃない。リリータ、僕と一緒に行こう。それはできない。彼女にはこの俺が必要なんだ。彼女、扱いやすい方が残りさえすれば、教会としては王子だろうが王女だろうがどちらでも構わないんだ。クグツ政権の誕生、それこそが教皇の真の狙いさ。君は自身の野心のためにオベリア様を利用しているのか。わからない。ただ彼女のためならこの命失っても惜しくない。おかしいか。いや、その言葉を信じるよ。異端者ラムザに告げる。この教会は完全に包囲した。おとなしく出てこい。この声、ザルモーカ。あれ、これディリータ付き、もしかして。それならそれで楽なんだけどな。まあいい、俺は暗黒騎士だ。町外れの教会、別にゼルテニア城じゃなかったね。まずは教会からか。なんであんな高いとこにいんの。貴公は黒曜騎士団のハイラル。なぜ貴公がここに。姿を見られたからには生かして返すわけにはいかないな。やるぞラムザ。彼らは教皇の謀略など知らされずにその片棒を担がされているだけだ。理由をきちんと説明すれば分かってくれるかも。まだそんな甘いことを言ってるのか。まあ頑張ってみるんだな。ザルモを倒せ。異端審問官、高いとこが好きなんだね、こいつは。ディリータ。
これ無双稲妻好きって狙える人多分高さ関係ないからね。だから無双稲妻好き使いやすいんだよね。別に俺が動かしてるわけじゃないけどさ、超強えんだけど。ディリータレベル58、これって何に依存してるんだ。俺のレベルとか関係あんのかな。これ暗黒ってウェポンバッシュ狙える。あーダメだ、多分高さ全然足んねえわ。じゃあ何、次のディリータの行動を待ってさ、やった方がよくねえか。なんか俺お呼びじゃねえな。ちょっとディリータの影に隠れてよ、お願いします。自分のしていることを分かっているのか。やつは第1級の異端犯罪者なのだぞ。異端者を助けた者もまたその罪を問われることになる。黒曜騎士団の団長ともあろう者が我ら異端審問官に逆らおうというのか。分かっている、だから貴様たちを皆殺しにしようとしているんだよ。なんと神をも恐れぬ不届き者め。その行為はこの世の秩序を乱し、神の作りたもうた自然の摂理に逆らうことを意味しているのだぞ。貴様は神に逆らおうというのか。何が秩序を乱すだ。貴様の言っている秩序など貴様たちにとって都合の良い秩序でしかない。人心を操るために神の名を利用し作り出した秩序など少子千万。人々の弱い心につけ込む貴様たちに神を語る資格などあるものか。一応回復しようとしてんな。完全逃げてる。フェイス 33%。こいつらなんでこんなところにいるんだ。教会は包囲したって言ってるけど大して包囲してないよね。この際神の話はどうでもいい、それよりも真実を見てほしい。真実だぞ。冤罪とでも言うのか。我々異端審問官は貴様に枢機卿殺害と成績強奪の容疑について釈明の機会を与えようとした。だがその機会を捨てたのは貴様だ。逃げた行為そのものが貴様の容疑を確かなものとしている。我々は異端審問会において異端者ラムザベヨルブを有罪と認め処刑の判決を下した。今さら何を言っても遅いわ。戦うしかないのか。え、どうしよう。特にやることねえんだけど。ウェポンバッシュ使ってみるか、せっかくだから。これ1体しか入らないよね。285、まあ見る、150全然違ったけど、ダメージの当たる方にしとこう。ウェポンバッシュ、なんかかっこいいはかっこいいね。ストップしないし、進行なんちゃらみたいな。フェイスが上がれば魔法の効果が効きやすくなるからね。回復量も上がると思うんだよね。ハートだし、なんかやだな。ミスとか受け取ってもらえなかったハートを、ケアルラ。まあそりゃ男からのハートなんて受け取らんわな。こいつフェイス高そうだけどね。あとディリータがさ、こっちに来た。めんどくせえな。無双稲妻好き、これよ。やっぱりほんと使いやすい、強えし。ってことは地道に行かないとダメ。まあさすがに無双稲妻好き一発じゃ決まらないからね。ポーションとかさ無駄でしょ。無駄でしかない。まあ1体ずついくか。どうしようかな。正面から攻撃するよりはウェポンバッシュでさ確実に倒した方が良くないか。これマジックパー使わないよね。 100% だしね。やろ、これにしよう。一応ね遠距離がだからできるようにはなった。まあ射程は短いけどね。ようやくなんかいろんなことができるようにはなってきたな。あと一応ドン開くかよ。
やりたいこととしてはまず叫ぶを覚えたいでしょ、見習い騎士の。でその後暗黒剣をちょっといろいろと覚えていきたい。不変不動 70% 超えてたからね、ちょっときついな、まあ、ディリートが止まらないだけマシか。あとこういう魔法とかミスったけど対策を立てていきたいよね。ドラキュラマント装備してればまあ違うんだろうけど、アクセサリーをだからどうするかだよね。今ブレイサーやっぱド安定だけどね。そっちかよ、ダルモン君狙いよ、強っ。来て、いいね。こういう攻撃できない時もウェポンバッシュで狙えると。暗黒剣もうちょっと覚えたいな。1回の戦闘で525とかなんで、え、何に依存してんの。ジョブレベル上がった、いくつか100くらいは手に入るか。アビリティポイント、こいつは相変わらず鈍悪だな。ディリータ、もし俺が動けなくなったら無双稲妻好きでなんとかしてくれ。ミス、全然効かんわ。誰狙い、こいつ狙いか。結局俺大したことしてねえな。神よ、罪深き者どもに天罰を与えたまえ。天使の指輪、これさ倒した後死体とかどうしてんだろうね。教会だからさ、なんか教会の神父さんとかいないのかな。これからどうするんだ、ラムザ。ゼルテニアに来た理由は2つある。1つは君に会うため、もう1つはオルランド博に会うためだ。雷神シドニー、教会の陰謀を暴くために協力を要請するつもりだ。どうやって。僕には教会の不正を暴くことができる強い証拠があるんだ。そうか、ゲルモニック聖典か。以前ハクの義理の息子にあたるオーランと出会った時、彼は証拠さえあれば教皇の陰謀を阻止するために戦ってくれると約束してくれた。オーランか。大丈夫、彼女は俺の仲間だ。俺を補佐するためにミロンドから送り込まれた人間が数人いるんだ。彼女はその一人。補佐、あなたを監視するためよ。おいおい頼むぜ。彼女だけは全てを知っている。ゴルターナ軍の中で唯一信用できる仲間なんだ。あなたがベオルブ家の待ってラムザね。私の名はバルマウフラなんて分かりづらい名前だな。ところで何の用だ。北天騎士団が動き出した。目的はベスラ要塞か。さっきオルランド博がベスラへ向けて出発した。ゴルターナ公もベスラ要塞へ向かわれる。あなたの国境騎士団と一緒にね。一足遅かったようだな。両軍の戦いは終わらない。いや、まだ諦めない。無駄な血が流される前に博を説得してみせる。ここで和解だな、ラムザ。死ぬなよ、ディリータ。行かせていいの。あいつの行動も計算のうちだ。親友ですら利用するのね、あなたは。うるさい、お前に何がわかる。男のヒステリーはみっともないわよ。お、じゃあここで買い物できっかな。あっちへ伸びてったね。ゼルテニア城、ちょっとショップを覗きましょう。こういうところはナイト系の装備がありそうだけどね。なんでモーニングスターになってんの。モーニングスターってさ、そもそも
ダメージにばらつきがありそうなんだけど。どれだ？これか。二刀流可能。両手持ちも可能。なんかやだな。9000円でしょ？だって全然、アイスブランドの方が1万4000円だからね。ちょっとアイスブランドのままでいこう。で、サークレットしかない。あれ？クリスタルヘルムって、なんか特殊なやつだったのかな？売ってねえし。そもそもサークレットが売ってる中で最強じゃん。どういうこと？俺それ破壊されたの？クリスタルヘルムどこで手に入れたっけ？全然覚えてねえんだけど。エルメスの靴が売り出してる。あれ？もともとあったっけ？あ、なんか物が少ねえんだ。物が少ないね。エクスポーションはまだ全然あるんで。じゃあ、次回はベスラ要塞ですね。目指してやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。